地域を愛する皆さん、そしてつくば FC を愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。つくば地域スポーツ応援番組つくばスポーツ愛、つくばのケーブルテレビ ACCS からつくば FC がお届けします。本日も15分楽しくお付き合いください。それではまずはじめに本日のスターティングメンバーをご紹介したいと思います。メイン司会は私、つくば FC フォームタウン推進室室長トミンこと富澤亮太です。どうぞよろしくお願いします。そして今回のゲストコメンテーターはこの方です。どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、現在はつくば FC レディスのヘッドコーチでもあり、ジョイフルホンダつくば FC のフィジカルコーチの小林拓也さんです。どうもこんにちは、よろしくお願いします。ということでですね、皆さんおそらく、小林コーチ初めての方も多いと思いますので、まずはこの小林コーチについての VTR をまとめましたのでご覧ください。どうぞ。そうで、今のカナホみたいにジャンプした時にこうやって体切れないと常に正面向きながら。はい、ということでかっこいいねVTR が出てましたけど、でもフィジカルトレーナーと、そうやってヘッドコーチと結構両立が大変だと思うんですけど、いかがですか。まず選手個人個人に目を向けるのか、チーム全体を見るのかで、少しだけ、どこにフォーカスするかっていうだけであって、特にそんな難しいことはないかなと。うまく切り替えながらできてると思うんで。なるほど、はい、その切り替えがね、うまいということでした、ね、で、今回もやっぱりね、ゲストコメンテーターさんの秘蔵写真をいただいておりまして、紹介していきたいと。まずはですね、こちらのお写真、じゃじゃんということで、これいつの写真なんですか。これは高校3年生ですね、8年前になりますね、はいはい、どちらの写真。もともと東京でしたっけ。そうですね、東京の堀越高校っていう、はい、はい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 、今年の選手権もね、都大会決勝まで、決勝まで、あと一歩勝てなかったんですけど、当時の思い出はどうですか。キャプテンをさせていただいたんですけど、僕がそんなね、大役を任せられるような人間ではなかったんですけど、本当にでも任せられて成長した年だったのか。ちなみに当時の憧れの選手はいたんですか。憧れの選手ですか、はい、そうですね、ガッツーゾです。ポジションどうだった。ポジションボランチです。同じボランチ。やっぱそうなんですね、はい、ガッツーゾもめちゃめちゃ好きでした。あともう一個最後ぐらいいきますかね。おっ、これは私できました。じゃじゃん、ちょっとこれスタジアムの写真なんじゃないですか。そうですね、どこの写真だろう。これ実は中国なんですよ。チャイナ。チャイナ。おお、はい、何しに来たんですか。僕、つくばでお世話になる前は中国のプロリーグでコーチをしてまして、その時の試合の写真をいただいたので、はい、プロコーチってことは指導されたんですか。そうですね、フィジカルコーチとして。あ、フィジカルコーチとして、はい、中国時代のエピソード。そうですね、過酷なやっぱ環境でしたね。日本とは全くもう別の環境だったので、はいはい、食も生活する場所も全てが、はい、過酷でしたね。なるほど、はい、でもそのね、経験があるから今こうして日本に帰ってきて。そうですね、あとね、コーチ業をさせていただいたなってですと、はい、ということで駆け足で、小林コーチのお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いてはこちらのコーナーです。つくば FC ダイアリー、イエーイ。ということで、このコーナーはつくば FC の活動を紹介するコーナーですということですね。まずは VTR を見ていただきましょうということで、 VTR どうぞ。
今回は11月1日、2日に行われた2014チャレンジリーグ参入チーム決定戦の模様をお伝えします。チャレンジリーグはなでしこリーグ3部にあたるリーグで、小林ヘッドコーチ率いる筑波FCレディスも参戦しました。おお、これは先制点のシーンですか。そうですね、開始手元の中央が2分っていうことなんですね。はい、やっぱ大きいゴールですね。そうですね、はい、僕も正直耐えないくなると思ってないので、はい、びっくりしました。なるほど、はい、もう貴重な先制点がこの2分で入って、 そのこちらの亀井選手が粘って拾ってシュート、どうですか。素晴らしいですね。エースですね、はい、これ65分に入ってるんですけど、はい、まあ先制点を取ってから苦しい時間帯が続いてたので、はい、あの時間帯でのゴールが良かったですね、はい、そしてこちらがおそらく途中出場の柴田佳菜子選手のダメ押しのゴールと。そうですね、やっぱこのゴール大きかったです。次の試合も含めて大きかったですね、はい、3対、はい、これは3対0で結構勝利と、はい、この後ね、あのみんな喜びを分かち合っているシーンが印象的なんですけどね、はい、いやでも皆さん嬉しそうですね、初戦勝つのはシーンですね、応援していただいてあのパートナー企業の皆さんとこうやってタッチね、いい絵ですね、いい光景です、はい、まず1点目は、まあ、コーナー直接は入ったんですけど、はい、まあラッキーかなという感じ で、はい、で2点目はもうゴール前だったので、とりあえずシュートで終わろうという気持ちで、まあ、打って入ってよかったです。もうシュートを打つ気で打ったので入ってよかったです。初戦を見事に3対0で勝利ということで、その時の心境というのはどうなの。まあ初戦勝って、まあそうですね、この初戦に向けてっていうところでずっとやってきてたので、まあ、本当に勝ち点3を取るだけじゃなくて3つゴールが生まれたってところが、やっぱ大きかったのかなと思います ね。そしてあともう1試合ありまして、はい、その3対0で初戦を、まあ、勝利しまして、これで0対2以内の敗戦でも昇格が決まるという次のノルディア戦、果たして昇格となったのでしょうか。 VTR どうぞ。はい、ということでこちらはノルディア北海道戦のディアルですけども、相手は結構応援団来てたんですか。そうですね、北海道からたくさんの応援団が駆けつけて、うん、で3対0で打ったんですね。キックオフしましたが、ここはピンチですけども、おっとこれが入ってしまった。これ前半9分で失点と、はい、さらにこれちょっと不本意な感じですかね、取られてそのまま持っていかれちゃってますね2点と。ということで前半10分で2失点、はい、でもこの後この亀井選手のボールが決まり1対6、はい、でこの瞬間でもどうなんですかね、皆さんは。でも選手の皆さんはこの試合が終わった時にはまだ、そうですね、2点のアドバンテージあるっていうのが伝えず、前半の入りがすごい悪かったのでやっぱり課題が多く残ったかなと思います。あとはでも自分たちで持ち直していつも通りのサッカーできたのはすごい良かったなと思いました。次々と失点してしまって正直焦った部分もあったんですが、自分たちで持ち直せる力はつけてきたので、しっかりその形ができて、で、まあ、1点も取れてよかったなと思います。6年目でやっと合格ができたので本当に嬉しいです。で私も5年目ですごく長かったんですが、まだ、まあ、これで一旦今日は喜びますが、また来季に向けてみんなで全員で戦っていきたいなと思います。今の心境どうですか。いやもう6月にチームに加入してからはもうこの瞬間をずっと想像しながら指導してきてたので、もう本当にまあ勝って終わりたかったですけどなるほど、まあ、でも落としました、うん、まあでもね、チャレンジリーグっていうなでしこ3部ですから、はい、これから2部1部と
上がるときは、はいそうですね、必ず勝って、はい、あの昇格の重みをね、そうですね、上がっちゃっていきたい、言っていただければと思いますので、はい、ということで続いては、こちらのコーナーです。つくば地域だよりということで、このコーナーはつくば地域のイベントやスポーツ情報をお伝えするコーナーです。ということで、それではまずは VTR をどうぞ。今回は10月4日土曜日に筑波山麓宝鏡山の棚田で行われた筑波 FC なでしこのもち米稲刈り体験の様子です。今回は筑波 FC の中高生の選手が参加し、筑波の大自然の中稲刈りを楽しみました。小林コーチどうですか、稲刈りは？まだやったことない。そうですね、まだ。そうですね、じゃあ来年はぜひ、はい、ぜひ一緒にやっていただいて、よろしくお願いします。はい、でも今回本当頑張ってくれたのが、そのつくば市レディースの妹分の中高生の方なんですけども、はい、若さあふれる、そうね、稲刈り頑張ってますね。はい、でその後、これ去年取れたもち米でおはぎを食べました。いいですね、美味しかったです。そうですね、今だんだん農業っていうもの自体もですね、なかなか皆さん体験できないような状況にあるし、皆さんこういった体験を通じて、食とかあるいはそういう自然だったりとかっていうものに関心を持ってもらう、まあ、そういうふうに思ってます。つくば市レディースの皆さん、一生懸命収穫してくれたもち米、はい、ちょっと食べたくないですか？そうですね。ということで、とっても、美味しいもち米が収穫できましたので、今回ですね、特別にそのつくば市なでしこのもち米新米ご用意しました。わ、ご試食していただきたいと思います。じゃあ大きい方いただきます。大きい方、あ、そうそうそう、小さい方いただきますかね。先どうぞ。はい、ちょっとね、ちょっとかな。はいはい、あ、ついたね。あ、わ、すごいですね、この弾力が。はい、ではいただきます。はい、わ、伸びる伸びる。似合いますね、おもち米が。うん。なに、はい、おいしい。おいしいですか？またもち米で食べるのとお餅で食べるのではやっぱり違いますか？そうですね、かなりもちもちしてるので。あ、ゆっくり食べてください。はい、ありがとうございます。つくばスポーツ大初めての、プレゼントということで、抽選で1名様にこちらのつくば FC なでしこのもち米新米玄米2キロ入りを抽選で1名様にプレゼントいたしますので、こちらの宛先までご応募いただけ、今出てると思うのでいただければと思います。で、今1名様なんであえなく、抽選で漏れちゃった方はですね、つくば FC のクラブハウスの方でも絶賛販売中でございますので、こちらですね、年末年始はつくば市のなでしこのもち米でぜひ年越し、そして新年を迎えていただければと思います。で、つくばスポーツアイを見たで、先着こちら10名様にこの加入していただくと、こちらマグネットもつきますので、ぜひお買い求めいただければと思います。はい、ということで、はい、早かった。エンディングですね。早いですね、もうそんな時間ですか。どう、お餅の消化はまだで、ね、美味しかったです。美味しかったですね、はい、これからはお雑煮だったり、はいはいね、でもその前クリスマスもありますけど、そうですね、はい、でも収録のこう感想とかは、はい、また、はい、そうですね、今度は、はい、2部に昇格した時に呼ばれるように、はいはいはい、また頑張っていただきます。それでは、つくばのケーブルテレビ NCCS からつくば FC がお届けしてきましたつくば地域スポーツ応援番組、つくばスポーツ Y、 お相手はトミーと小林でした。はい、それではまた来月のこのお時間にお会いしましょう。チャオ、バイバーイ。